おはようって。めっちゃうまいんだけど。やっぱあんま動かないな。それで？お疲れ様です。先輩、今日からよろしくお願いします。遅い。やる気があるなら僕より先に来て引くくらいして。おーす！スパルタ！彩り緑セカンドシーズン第7話。僕の歌は君の歌。私たち新生慶應は七瀬先輩のもとで厳しい特訓を受けること10日くらい。そして迎えた今日が私たちの初舞台。いい、今日は細かいこと言わないから、一番いい感じにしてよろしく。おっす。なで。おっす。頼むよ部長。おっ、行こうか。七瀬さん、めちゃくちゃかっこいいね。なでしこちゃんも本当に楽しそう。なでしこちゃんが弾いてる。いくつかの空前を頼りに七瀬さんは慶應に帰ってきた。それは七瀬さんがここに残した情熱のかけらをなでしこちゃんが拾ったってこと。ねえアーリー、ナズナちゃん。ん？どうかした？私たちも今年ここに何かを残していけるのかな。次回彩り緑セカンドシーズン、シャウトアワーエビデンス。彩り緑部活を